ははいそれでは憲法記念日ですけどもこちらですね首相、会見を衆院選公約にするということですね、まあ、安倍内閣の時も衆院、えー、と選挙の時には総選挙の時には、ね、憲法改正これをですね、えー、掲げて何度もね、えー、選挙戦を戦いましたけどもやはり新しくねこの菅さんが総理になってからも憲法改正を掲げて。 選挙をするというのはですね非常に重要なことですので、まあ、あとはまあ安倍さんもねこうやって、ね、公約掲げで何度も選挙勝ったけども実際には憲法改正までいけなかったですよね、まあ、菅さんがどこまでするかということですけが、まあ、ただね、ね、えー、菅さんは、えー、やるといったものはやるという人だと。 えー、だから、えー、脱炭素はやるって言ったけどやらなくていいっていう話を以前しましたけども、まあ、どこまで、ね、菅さんがこの憲法を改正するという、ねえー、ことに対して情熱を持ってくれるのかなということはこれからちょっとね。 まあ楽しみというかぜひやってほしいと思いますけども、まあ、ちょっと読んでいきますよ、はい、菅首相は3日に憲法施行から74年となるの前に産経新聞の単独インタビューに応じ改めて会見を目指す考えを示した上で憲法9条への自衛隊明記に関し。もちろんだ自衛隊は かつてと全く違い今では多くの国民に理解を示してもらえるようになった自衛隊の位置づけはしっかりすべきだと述べた秋までに行われる次期衆院選の投稿役に憲法改正を掲げることは当然だ柱となるいくつかの重要政策の中に入れるつもりだと明言衆院選を控え改正に向け,向け党総裁としてのより一層の指導力が求められるということですね、はいまあ、あのちょっと自民党の憲法改正は 私は弱いと思ってるんですけどもね、えー、憲法の憲法9条の1項を残したまま2項だけ手をつけるっていう話なんですけども。もう最初からね。まっさらなところから安全保障に関して何ができ、何を何ができないのか、何をするけど、何をしないのか、何を持ち何を持てないのか、ちゃんと書けばいいわけですよ。ま簡単な話です。要するにね。その、えー、他国が侵略してきたらね。 自衛隊という軍を使って徹底的に排除するとそれを書けばいいわけですねだからねその軍事力を使って他国を侵略することはしないけれども他国が軍事力でもって侵略してきたら自分たちが持っている軍事力で徹底的に押し返すんだということですよねこれはですね特にあのど,っからのどこの国からでも批判される筋合いも何もないわけなんです専守防衛なんか言う必要もないしね 侵略されたらね押し返すというね、えー、それでいいんですよはいだからそれをねだって今の現行球場なんてもうねもう何ていうのかな文章が下手くそねっ、えー、10人が10人とも違った読み方をしちゃいますよねだってまあ改めて読みますけどまあおかしいでしょういきますよ <laughs> うんうんうん <laughs> 日本国民現状の救助、ね、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する第2項全項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない国の交戦権はこれを認めない、はい、これどういう意味って言ったときに もう文章が下手すぎて、えー、10人読んだら10人とも違う解釈できちゃうんですで結局日本は自衛隊持てんの持てないのえ軍持てんの持てないのいざ攻められたらどこまで応戦できるのってバラッバラですよね、えー、こんなの簡単ですよ、えー、自ら侵略のためにね、えー、軍,を軍の力を行使することはないと侵略された時は徹底的に戦って、ね、押し返すっていうそれだけでいいじゃないですか うん、要するに、ね、自衛戦争はとことんやるぞとその代わり、ね、軍を持って他国を侵略することはないけどもただ、攻められたら軍を使って徹底的に、ね、防衛戦争を遂行すると。 それだけの話ですよ、えー、それを書けばいいだけの話なんですいちいちこのぐちょぐちょの1個を残したまんま2個を書き加えるとかねそういう、まあ、だから結局安倍さんとしては、えー、何維新も乗っけて、ね、しかも国民民主党あたりの一部を賛成させてもちろん公明党も乗れる形に、まあ、無理やり作ったわけでただでさえほらか分かりにくいものが余計分かりにくくなるというかほら田舎のさ旅館とか行くと増築、増築、増築で意味分かんなくなっ ってななじゃないですかそんな感じになっちゃうんですよほなもうスパーンと書けばいいんですよね軍事力で侵略はしないとその代わり侵略を受けたら軍事力で徹底的に防衛戦争するってそうすれば10人が10人とも同じように呼ぶでしょうよ日本は軍は持ちますよとその代わり侵略には使わないんですよ防衛戦争に使うだけですそう言っていいじゃないですか何が悪いんですかそれ以外の何があるっていうんですか <laughs> でしょだから自衛隊は なんか日本は軍をもうちょっと明記しなきゃいけないわけで自衛隊っていうのは国際的な用語になってないんですよセルフディフェンスフォースですよ、えー、こんなセルフディフェンスの意味が分かんないしフォースだって意味が分かんないんですよ、えー、フォースっていうのはなあの軍ではないですからね、えー、結局あの、チームみたいなもんですから、えー、だからあの憲法にはやっぱり国際的な言葉要するに軍ですね、軍。 軍っていうのはまあネイビーとかアーミーとか言いますけども軍を持つのか持たないかが重要なんですいくら自衛隊という文言を持ったとしてもですね、うん、それは軍なの軍じゃないのってなっちゃうわけですよね、えー、ですからもうから変にこれから増加築するぐらいだったらいやもうね何これまあ一応ねあのー、自衛と 自民党の条文というのはこうなっているのです 9, 9条を維持したまま9条の2というのを作るというんですね、えー、それはこういうい内容です全校の規定は我が国の平和と独立を守り国及びえ国民の安全を保つために必要な自衛の措置をすることを妨げずそのための実力組織として法律を定めるところにより内閣の主張たる内閣総理大臣を最高のえ指揮監督者とする自衛隊を保持する。 2項自衛隊の行動は法律の定めるところにより国会の承認その他の統制に服するねえ服、えー、<laughs> すか、服さないかってなん、ね、からね9条の、ね、1項、2項を残したまんま9条の2項を作るとて話なんですよ。も本当にですね、えー、めんどくせえって書いてあるけども増築に増築を重ねたら結局意味不明,不明なものになるんです。うん いやこんんなもんですいや,いやこれ、ね、国民にちゃんと議論を求めた時にさっき言ったみたいにね軍事力でしん、ね、侵略はしないとその代わり侵略されたら軍事力を行使して徹底的にね自衛戦争を戦うって書けばこれ誰が反対するんです自衛戦争すんなっていうのは田島陽子さんとか一部の頭のお,おかしい人しかいないんですから。 それやられたら、ね、自衛隊でもっと押し返するってその何が悪いんですかそんなもん誰も反対しませんよあこんな救助をねい1個2個残したので結局自衛隊って軍なの軍じゃないのって分かんないでしょこれええー、で自衛隊って何ができんのって、えー、全く分かんない何を放棄して何を放棄しないのか何を持って何を持たないのか何ができて何ができないのか全くもこれじゃ意味がピーマンでしょうよでしょ もうだからねなんか安倍さんの、ね、なんとか上手に通そうとするこの気概がね逆に憲法改正を難しくしたと思うんですね。 んああもせいせい堂々と正々堂と面かからら議論すすればいいんですよだからこういう、ね、いろいろと言葉遊,言葉遊び葉てびしたら失礼ですけどもなんか論理的に上手にすり抜けてみんなが乗れるようなものを作ったつもりでしょうけれどもこれじゃあですね一般の人はもともと9条なんか何度読んだって意味が分からないところに持ってきてさらに増,加増築しちゃうわけですからねますます意味不明なことになるんですよねえどうしたら投資やすいかじゃなしにどうあるべきかで条文を書くべきだったんですよ。 えー、そして、ね、もう野党まで巻き込んで、ねえーっとのうん、議論を進めればよかったんですよで、それだけならまだしも96条改正とかいった途端にあもう無理だってなっちゃったわけですね憲法改正のそもそもハードルを下げようとしてそれで裏口入学だと言われちゃったわけですからね、うん、だから安倍さんのです,、ね、すごく頭のいいところなんですけどちょっと少しでも有利に憲法改正を進めようと思った。そこが 全部裏目ちゃったんですだから安倍さんが最初は9条改正だけを言ってる時はですねぐんぐん支持率憲法改正の機運は上がっていったわけですよところが96条の話になった途端にシューッと落ちてっちゃったんですよ、えー、<laughs> そうそうだから直球勝負なんですこれはねええー、林間がね修正ええー したでしょその奴隷,奴隷廃止ですよ修正13条ですよねそれだってねもう与党からも大反対した中で憲法改正のハードルを変えるなんてことはせずにしかもまあちょっと文言を付け足してお茶を濁すってこともせずにもうひたすらズバッとねあるべき条文を示しそして国民的議論をしてあのめちゃくちゃ高い憲法改正へのハードルをですねしっかり堂々と乗り越えていったわけですからねええー それとと同じよようなことをして欲してかったんですよだって今私が言ったとこ,ところ誰が批判できますねええーね、軍の力でね防衛戦争するって何が悪いんですよどう考えてる自衛隊は見た目軍でしょうよこれを自衛隊って言って軍じゃありませんとか言ってる時点で機弁もいいとこですよねだから軍といえばいいんですええー まままああどこまでねあ、まあ、だから、ちょっとね非常にね生ぬるいなと思うのはそもそも自民党の条文案がクソですから、まあ、まあこれでもこれで通とした方がいいと思いますよ、えー、これでもね今の9条よりはいいからもしこれ出てきたら私は賛成しますけどもそもそも自,自民党の憲法9条案が私はですねこれダメだと思ってますよ。<laughs> ないいいよりはいいけど ね、もうゼロから書けばいいものをね,ね何があるんですかね、まあいいやまあ。とにかく総理がどこまでやるかしっかり、ね、見,届け,いきたいと見届けていきたいと思います。